はようございます。釣り子 TV です。これ手に入れましたよ。ジーニアスプロジェクトのプラスブレードっていうことで、こうね、これはチューニングパーツなんですよ。これ自体がルアーというわけではなくて、まあ、あるものにつけるといろいろとパワーアップするね、プラスするブレードっていうことで、ね、こんなパッケージでね売ってるんですけども、スピナーベイトはもちろん、ハードルアーやスイムベイトにワンタッチ装着できる簡単ブレードチューニングということで、ね、アイデアまあ商品っていうことですよね。でね、カラーがシルバーカラーということで、早速ね、じゃあね、ちょっと開けていきたいと思います。プラスブレードジーニアスプロジェクトって書いてあるから、あれですね、自分がよく使ってるグラビアスってね、リールがあるんですけども、そこのメーカーですね。こういったチューニングパーツとか、あとリールのチューニングパーツなんかもね、いろいろフックキーパーがつくね、ベイトフックキーパーとかですね、スピニングフックキーパーとか売ってますけども、これはね、ルアーをパワーアップさせるためのアイテムっていうことで、早速開けてみましたが、結構ね、思ったより繊細なね、もっとごっついのかなと思ったら、結構細いワイヤーで、はい、出てきました。こんな感じのね、結構ね、ワイヤーが細い。あ、でもなんか、あー、すごい、ここね、溶接されていて、愛の部分も溶接されていて、すごいね、細かいんだけど、いい仕事してますね。で、あ、ここもね、溶接して、ここのスイベルのところね、回転の良さに定評のあるですね、ダブルクレーンね、ここ小さいんだけども、ダブルのこのね、回るところがついているスイベルですね。で、ブレードはこういう感じで、結構ね、小型のウィロータイプのものが4つついている。これを、スピナーベイトにつけてパワーアップさせちゃおうっていうことで、で、青木プロはですね、今活の、スタッフなんで、今活のスピナーベイトなんかにつけてるのよく見るんですけども、今回自分はこれね、ボトムアップのビーブルね、これ最近どんな感じかなっていろいろ試してるんで、これなんかに簡単につくのかなと思って。え、これどうやってつけるんだろう。つけ方は、前ね、青木プロに説明してもらった動画を見ると、こんな感じで下側に羽を向けて止めて、あ、こうですね、はい。で、こうすることによって、愛がね、こう行き止まりができるから、何がいいかっていうと、スナップが使えるようになるっていうことで、スナップね、自分はウォーターランドのを使うことが多いんですけども、まあサイズ的には、まあちょっと分かりやすいようにね、大きなサイズね、普段ね、もうちょっと小さいのを使うけど、見えやすいように、はい、スナップ用意しました。これと、まあ、だからちょっと結んで、はい、こんな感じでプラスブレードをつけることによって、あら、簡単、スナップがついたね。あ、はい。で、まあちょっと、まあ細めのワイヤーなんで、ちょっと角度を調整したりして、おー、ずいぶんね、華やかな感じになりましたね。こんな感じになるんですね。あ、まあスナップはね、これちょっと大きめのものをね、あえて見えやすいように使ってますけども、あー、ビーブルの場合、ここにもブレードがついているので、なんかとんでもないキラキラなアピール力追加っていう感じになったんではないでしょうか。で、まあ、これによって、こう先にこのプラスされたブレードがそことかにコンタクトするから、横倒れしづらくなって、
根掛かりなんかの回避能力も上がるよっていうのをおっしゃってたんですけども、まあまあこんな感じで今回ねスピナーベイトにつけてみましたけども、スイムベイトとかそういったのにもいいんじゃないかななんていうふうに書いてありますんでね、まあ裏に説明があるんで見てみると、愛に装着するだけの簡単ブレードチューニングっていうことで、スピナーベイトでまずスナップが使える、今これやってみたやつですね、プラスブレードを装着することでスピナーベイトやバズベイト等のワイヤーベイトでスナップを使うことができるので、ルアーチェンジの時間が大幅に短縮されますということ でワイヤーアームで根掛かり回避、ね、2本伸びるワイヤーアームがガード代わりになることで根掛かりを回避、よりタイトにカバーやボトムを攻めることができます。でブレードが増えてアピール力アップということで、標準装備されている代償ブレード4枚がバズに対して強力にアピール、ナチュラルなフラッシングアピールはベイトの群れを演出しますということで、まあまあなんていうかアラバマリグとはまた違うのかもしれないんですけど、このブレードが増えることによって非常にこうアピール力が上がるよっていうことなんですね。だから雨跡とか台風跡のまあ濁りが入ったタイミングで、まあできるだけルア目立たせたいんだっていうね、こうギラギラギラ思わず食っちゃったみたいな状況を作りたい時なんかにプラスしてみるといいんではないかななんて勝手に予想してみるんですけど、何にしてもねちょっと使ってみないとね、どういう感じかっていうのがわからないので、早速ね釣り場に持って行っていろいろなルアーにつけて、試してみたいと思います。まあまあこんな感じで改めてねプラスブレードこんな簡単に取れるんで、まあボックスとかにねこう隠しておいて、なんかちょっとアピール力増したいな、あーなんだろう、こうピンポイントでスピナベサイトとかだとね、こうピンポイントにシュッて入れてコンパクトなシルエットでこれ食わせるっていうルアーですけども、そうじゃなくてバスの居場所がいまいち特定できてない広範囲にギラギラギラーってねサーチしたいんだよなんて時は、釣り場でこうちょっとね持っておくと簡単にこんなプラスして強力なアピール力を増すことができますので、ぜひですねちょっとタイミングタイミングで試してみようかななんていうふうに思います。まあね、思ったよりワイヤーが繊細でそこまで主張してないんだけども、しっかりと小型でクリクリと回るねブレードが4枚ねついてきてくれてますんでね、はい、というわけで本日の釣り子 TV はですねこちらジーニアスプロジェクトのプラスブレードね、これを手に入れてみたんで開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。